ユニット折り紙は紙を折り曲げることで比較的簡単な構造を多数作り、これを組み合わせて形を作るタイプの折り紙作品である。多面体折り紙ともいう伝承のくす玉古くから伝承されたくす玉が典型で、くす玉は単語の節句に魔除けなどのために身につけて用いたとされる百作に由来し、これが後世になって勝負やよもぎなどを飾った。 華やかなものに変化して、くす玉となった。ユニット折り紙は、その性質上、対称性の高い多面体や箱などの作品が多い。また単純なパーツを数十枚から数百枚組み合わせて、人形や動物などの形を表現する、いわゆる折り紙ブロックも、ユニット折り紙の範疇に含めることができる。なお比較的複雑な折り紙を数枚組み合わせて、 写実的な作品を作る場合は複合折り紙と呼んでこれを区別する。なお、ユニットという呼び方は日本特有のものであり、英語圏では日本で言うユニットをモデュール、ユニット折り紙をモデュラー折り紙と称することが多い。組み合わされるユニットの枚数は作品によって2枚から数万枚まで千差万別である。ユニットを組み合わせる方法には、 糊付けを必要とするもの、糸で閉じるものなどもあるが、多くの場合紙を折って生じる。重なりの隙間に継ぎ手を差し込み、全体を紙の摩擦力で支えることが多い。同じユニットを枚数を変えて組むことによって、違う形を作ることができるものもある。また多数の紙を用いるため、複数の色の折り紙を用いて、配色を工夫できるのも、ユニット折り紙の楽しみの一つである。 ユニット折り紙の発祥は半然としないが、面子や手裏剣など2枚の紙からなる単純なユニット作品は、かなり古くから存在していたものと想像される。1734年に刊行された、ランマ図式という本には、折り鶴や八つさんなどのポピュラーな作品と並んで、そのシ式ユニットの6枚組立方体に告示した作品が描かれており、この時期には、 ユニット折り紙の発想が放火していたと考えられる。その辺式ユニットによる30枚組、3型20面体、6枚組、単体のユニット1960年代、その三信によって考案された、その辺式ユニットはシンプルな折り方ながら、応用範囲が広く、ユニット折り紙の普及のきっかけになった。現在でもショーウィンドウなどでその辺式30枚組の、くす玉を目にする機会は多く、 日本人にとって最も馴染み深い折り紙作品の一つと言ってよい。また笠原国彦は実著でこの作品を紹介して、普及に大きな役割を果たしたほか、自身も多くの作品を発表して、ユニット折り紙が一般に浸透するきっかけを作った。1980年代には、布施友子が登場し、多くの作品集を発表している。布施は多面体上のくす玉類のほか、 多角形の箱を数多く発表しており、主婦層などへのファン拡大に貢献した。その後登場した河村みゆきも、また数学的センスに富んだ作品を世に送り出している。なお海外でも、ロバート・ニール、トム・ハル、フランシス・オなど著名なユニット作家は数多い。ありがとうございます。